Chiemi-chan? Phew. Chiemi-chan. Asa? Chotto, dete oku kara.
あるいは、ちえみちゃんが恐るべき殺人鬼で、僕を酔っ払わせてぶっ殺す。はあ、やまんば。いいね、ブッシュブッシュ殺しちゃう。はるちゃん、どうした？ああ、誰このおっちゃん。あなた、誰ですか？っていうか、大丈夫ですか？大丈夫ですか？ああ、ちょっと驚いただけで。おっちゃん、知恵姉の友達？ああ、知恵美ちゃんのことか。大学のお知り合いですか？お知り合いが来るなんて聞いてなかった。いや、いろいろあって助けられたんだ。怪しいものじゃないんだ。怪しく見えるだろうけど。怪しいな、おっちゃん。どうすればいいのかな。とりあえず、名前は Fusaishi Haruaki と言います。僕は、織部安永です。こっちは、鴨志田近持。モッチーだ。それでこっちが。はるちゃん何してんの？だって知らない人が。とりあえず大丈夫そうだから出ておいでよ。
あなた、誰ですか？久石春明と言って、この近くでバイクで事故って、芹沢千恵美さんに助けられたんだ。え？それって、もしかして、昨日の夜、千恵姉の部屋に。あ、うん、止めてもらった。女性の家に不潔。ああ、うん、それはその通りで、僕もちょっと躊躇はしたんだけど、ちえみちゃんが親切で。ちえみちゃん、なれなれしい。それじゃあもしかしてちえ姉が出てこないのって。ドアに5000円挟んであるじゃん。久石さん、まさか。違う違う違う、単に昨日お酒をおごられたから、そのお返しで。ちえ姉の体が5000円ってそんな安いわけないでしょ。ただれてるなあ。ああ、君、助けてくれないか。初対面で女性の部屋でお酒を飲んだんですか？そして知恵姉は出てこない。一体何事？おお、知恵美ちゃん、君からも事情を説明。